新潟市立神山小学校の5年生は総合学習の一環として新潟の魅力を発信するおむすびを企画。柿の種とブリカツを使った2種類を新潟市のセレクトショップ北前で商品化し販売しました。やった、販売しました。すごいスピードで売れたからすごく嬉しかったです。自分たちで考えたおにぎりを売るっていうのは多分人生で一度しかないのかもしれない。こういうチャンスがあって本当に嬉しかったです。販売前から列ができ完売となりました。